想像してみてください。もし皆さんの大切な人、家族が認知症になった時のことを。今日はですね、認知症の介護についてのお話です。今日の動画を見るとですね、認知症っていうものがどういうものなのかとか、認知症に対して実際どういう介護をした方がいいのかって、今まで認知症の動画は何本か撮ってるんですけど、コメント欄にやっぱりですね、正しい認知症の介護の仕方を教えてほしいとリクエストがすごいたくさんありましたので、今日はその動画を撮りたいと思って、今日お話ししています。最後ですね、この流れでお話します。で、どういう流れで話すかっていうと、認知症になろう。まず最初、皆さんに認知症になってもらいます。実際認知症の患者さんの気持ちも分かるようになると思います。そうするとですね、正しい介護っていうのが必然的に見えてきます。まあでも僕から言わせるとですね、そんな流れなんていうのはですね、教科書的なもので、ちょっと腹立つことも結構あるんですよ。でですね、認知症の介護の現場の人たちのことを、山ほど見てきてですね、実際にいろんな話も聞いてですね、やっぱ思うところがたくさんあってですね、教科書的なところではない橋本の教科書ですね、ドクターハッシーの、教科書延長絶対すんだろうな、やっちまったら。今日はそんな話で流れやりたいと思います。ちょっと難しい話もたくさんあるんですけど、悲しくなる話もたくさんあるんですけど、それでは早速いきましょう。認知症になろうですね。まずは認知症になってみる。僕ら医学部の時にはですね、実際にじゃあ医学の勉強する時にどうやってるかっていうとですね、教科書並べられて、はい覚えろって言われるわけですよ。これすごい単純に勉強しやすくなる方法でもあるんですけど、知識どんどん身につけようと思ったら、当事者になってみるっていうのが一番早いんですね。実際に自分がどういう症状が出てきたらどうしたいかっていうふうに考えるのが一つの、医療の勉強の仕方、医学の勉強の仕方だったりするので、今回はそのやり方をちょっとそのまま使ってみてですね、自分がもし認知症だったらっていうのを全力でちょっと想像してみるということですね。これちょっとやってみましょう。早速なんですけど、皆さん最近最後に食べた朝ごはん何だったか思い出してください。俺が何だったかな。朝ごはん思い出せる、まあここまではいいですよね。じゃあですよ、3日前の昼ごはんを思い出してください。3日前です。ちょっと怪しいなって方たくさんいると思うんですよ。で、ちなみにですよ、その時に僕が皆さんの家族だった時に、僕がちょっと一言言います。え、忘れちゃったの？なんかイラッときませんでした？いやいや、覚えてなくて当たり前だよぐらいにちょっと思った方もいると思うんですよ。これが認知症の患者さんのムカつくっていう気持ちです。じゃあ例えばですよ、3日前だったら思い出した方もいるかもしれません。10日前の昼に何してたか、10日前の昼に何してたかですね。ちょっと今頑張って思い出してると思うんですけど、ちょっと思い出さないでください。頑張って思い出してるところでお願いしますよ。そこで僕が言います。そんなことも忘れちゃったの？やっぱりイラッときたと思うんですよ。いやいや、10日前のことなんて覚えてねえしって感じだと思うんですけど、これが認知症の患者さんの気持ちです。もしくはですよ、今日昼やったことちょっと思い出してもらうとして、それでちょっと思い出せなかったとします。それで僕がまた言います。え、そんなことまで？どうです、ムカつく通り越して悲しくなりません？え、私ってって感じになりませんか？これが認知症の患者さんの悲しみという感情です。さて、ここら辺はですね、感情とかの、症状だったりするんですけど、こんな絵を描きたいと思います。で、この真ん中のものを、中核って言います。この周りのところを周辺にあるので周辺って言います。これは症状の絵です。中核症状、周辺症状って言ったりします。中核症状は例えば物忘れ、記憶障害の部分ですね。記憶障害っていうものがあったりとか、ここで何々しよう、あ、ここでで何やしょうっていう風に判断をするっていう判断力の問題だったりとか、あとは実際に言葉を忘れてしまうっていう言語の部分、ここら辺が忘れてしまったり奪われてしまったりするのが、この認知症の中核症状っていうやつですね。こいつがあって、だからこそさっき、え、そんなことも忘れちゃったの？なんて言われた時には悲しくなっちゃうなみたいな、こういう感情的なところがこの周りにあると、こいつらがあることで出てくる症状がこの感情だったりとかしたので、この周辺症状に感情っていう、例えば鬱とか抑うつとかそういう話が出てくるというようなイメージでざっくり覚えておいてください。基本的には物忘れとかそっちのことがいろんな症状につながってしまうっていう、まあそういうイメージですね。実際にですね、認知症の現場で、例えば言葉が忘れちゃったとかそういうのは、まあ確かに普通にあるんですよ。それよりも結構大きな問題になるのがですね、周辺症状のこの部分に出てくる症状だったりするんですね。ここで介護者はめちゃくちゃ悩むんですよ。もうちょっと認知症になってみましょうか。もっともっとイメージ沸かした方がこっちにもつながるんで、もうちょっと、イメージ沸かしましょう。じゃあですね、皆さんまた想像してみてください。皆さんが頑張って思い出そうとしています。何よって、まあ爪切りの場所にしましょう。皆さんが、誰かと一緒に住んでたりとかした時に、その人がですね、爪切りどこやったっけって聞いたんですね。爪切り最後に使ったのいつだったっけかなってちょっと皆さん思い出してください。思い出せないなと。で、そしたら家族の方がまたこう言うわけですよ。ねえ、この間もあったじゃん。いいですか、さらに立て続けに行きますよ。もうちょっとさ、物忘れいい加減にしてくれない？そしたらもう、どうしてみたいな感じになりませんか。さらにじゃあいろんなことを想像しましょう。皆さんが認知症患者さんだった時に、気持ち悪い話ですけど、僕と一緒に住んでると、すいませんね、なんか皆さんが僕にちょっとなんか質問をするとします。ねえ、お腹空かないって質問するとするじゃないですか。僕がなんて答える
かっていうと、え、その質問さっきもされたんだけど、これドキッとしませんか？皆さん、え、そうだっけってなると思うんですよ。これもう一回いきます。皆さん認知症の患者さんなんで忘れてますよ。でもう一回僕に聞きます。ご飯何がいいって質問もう一回されるとするじゃないですか。したら僕がまた聞きます。え、もうちょっといい加減にしてよ。僕は何度も何度も聞かれてるんで、いい加減にしてよっていう言葉が出てくるんですけど、え、皆さん認知症の患者さんなんで全部が全部フレッシュなんですよ。だから今日のご飯何食べたいとかっていうのも初めて言ってるわけですよ。だから僕はまたかよってイライラしてきたりとかするわけですね。で、え、またいいね、もうああとかいう感じになってくるわけですよ。で、あ、まあ、やっぱり無視したりもするわけですよ。また同じ質問してるわっつって無視したりもするんですよ。そうすると皆さんどんな気持ちですか？なんでイライラしてんのってなりません？認知症の患者さんがその相手に何かをこう伝えようとするとした時に、こっち側は何度も何度も起きてることだからイライラしたりしてしまうと、なんかそういう感じのことがかなりやっぱり多いんですよ。多くなってしまうんです。まあこれはしょうがないです。これが認知症の患者さんの気持ちです。認知症の介護の経験がある方ですね、どん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 この下のところにコメント書き込んでください。今介護実際してて疲れてる人もガンガン愚痴っていいです。もう僕がガンガンそれ読みます。それ読んで皆さんもお疲れって、もうがお疲れって頑張りすぎないようにねって、もうみんなコメントたくさん書いてください。今頑張ってる人を応援するようなコメントで埋め尽くしてほしいです。この動画は皆さんよろしくお願いします。皆さんもですね、ぜひぜひリクエストとか自己紹介とかもガンガン書いてくださいね。次の動画に生かしたりとかすることもできるんで、次の動画出たかどうかはここの赤いチャンネル登録っていうボタンを押しといていただけるとですね、僕の動画流れやすくなってきますので、認知症のエピソードもめちゃくちゃ、お待ちしています。ほんと知識があるから、なんとかなるところがあるんですよ。かなりねこれ超辛いので、なんとかなるっていうのがすげえ大事なんですけど、皆さんガンガン書いてくださいね。それではじゃあ別のパターンもいってみましょう。さあ皆さん、僕に何度も何度も言われます。また本当に？え？ああ、ねえ、ずーっと言われ続けてください。すっごく消極的になってきます。そうしたらだん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 生きてるの嫌になります。だん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 疲れてくるだけじゃなくて、悲しくなって嫌になっていなくなりたくなります。これが認知症の患者さんど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 ん次のステップ、次のステップって進んでいく流れです。もしこれが家族が正しい対応の仕方っていうのを知っていれば、その患者さんもいなくなりたくならなかったりとかするし、これすっごく難しい話なんですけど、知識は武器だと思ってます。これから正しい介護の話もしていきましょう。これはもう一回言います、あくまで教科書的なものです。僕が好きなものじゃないです。認知症患者さんの正しい介護の仕方、もし皆さんが認知症になった時のことを想像したら、ちょっといろいろ想像つくと思うんですよ。一つ目のポイントはペースを合わせてあげるということになります。何が何だか全然、忘れちゃってる時に、例えばね、もう早くやって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 って言いたくなるんですよ。すっごくわかるんですよ。でも患者さん自身もですね、収穫症状のところで判断力っていうのが落ちているっていうお話をしました。判断力っていうのは何かっていうと、例えば、運転の時のことを考えるとすごくイメージが湧きやすいです。例えば車に乗っていて、赤信号だ、そろそろ止まらなきゃな、ブレーキ息を押す、すピタッて止まる。その後に、あ、青になった、じゃあ走り始めよう、アクセルを踏む、グーって、お、ちょっと左の車が寄ってきた、ちょっと寄せよう、こういう風に気をつけよう、はい、こういう風にこう、あ、で次の交差点のところを右に曲がんなきゃな、でその後は左に曲がれば友達の家に行けるなみたいな、この全部計画とかも全部含めてですね、判断ということになります。この判断力が落ちている状態で、例えば早く車に乗ってバーンなんて叩かれちゃった日にはですね、あーもう本当にごめんねごめんねって感じになっちゃうイメージ湧くと思うんですよ。正しい介護の仕方その1は、その患者さんのペースに合わせてあげる。これすっごく大事なので覚えておいてください。例えばですよ、皆さんが普通にお腹痛いって言った時にすっげえ早くして、え、腹痛いのどうしたどうしたどうしたって、こういう風に言われたら この人嫌だなって感じになるじゃないですか。逆にじゃあ待っててもらえるとみたいな感じになると、おいしょち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 ょみたいな感じになるじゃないですか。っていうことで、この患者さんのペースに合わせてあげる、これすっごく大事なので、一つどんな場合でもそうです。コミュニケーションをきちんと取れるようにするためには、ペースを合わせてあげることが一つになります。正しい介護の二つ目いきましょう。二つ目は環境づくりですね。本当にこれめちゃくちゃ大事で、意外に意識してない方多いので、環境超大事です。これですね、人が生きやすい環境ってあるんですよ。やっぱり田舎が好きな方もいれば、都会が好きな方もいる。高層ビルで58階のマンションですごく幸せな人もいれば、地下で寝るのが好きな人もいるし、もう本当にいろんな人がいるじゃないですか。全員が全員違う中で、例えば高齢者になって筋力が落ちているとか、判断が できづらくなっているとか、言葉が出てきづらくなっているとか、本当にいろんな
こう条件も本当人によって全然違うわけですよ。その中でリラックスできる環境ってそれはまた全然人によって違うと思いませんか。ただでさえ認知症でいろんな人にえとかあとかこういう風に悲しい感情になっている時って落ち着ける環境、リラックスできる環境があるかどうかってめっちゃ、大事なのってイメージ湧きます。もう疲れ切ってる時の環境ですよ、もう本当に心も体も疲れ切ってる時の環境です。なのでイメージとしてはその患者さんが例えば好きな音楽があったらその音楽がよく流れてくるような環境にしてあげるとか、もしくは、行動するのが好きな人、動くのが好きな人だったら動きやすいような環境を作ってあげるとか、あとはもともと畑で働いてたよっていう方には自然が見えるような場所の部屋にするとか、なんかそういうですね環境をですね意識する。これなんで環境環境っていうかっていうと、認知症の患者さんに考え方変えなよとかこれやめろよとかって頭の中を変えるっていうのはめちゃくちゃ大変っていうか難しいというかはっきり言って無理だと思ってるんですよ。何かっていうと俺これだけ今35年生きてきたんですけど、あと35年かけなかったら価値観とか絶対変わんないです。無理やり変えない方がいいこともたくさんあるんですよね。なので頭の中変えるっていうのが難しいから、ある意味環境を整えてあげるっていうなんかそういう話ですね。医学的には環境っていうのはですね五感につながります。味覚、ベロの味の感覚ですねとか触覚、触ったところの感覚ですね、嗅覚、これすっごい大事です。匂いですね、昔の匂いはなぜか落ち着きます。母の匂い落ち着くじゃないですか、父の匂い落ち着かないじゃないですか。やっぱり嗅覚ってすっごい大事なんですよ。味覚、嗅覚、聴覚、あと音ですね、聴覚ですね。その人に落ち着く音楽を普段から流してあげたりとかすると結構落ち着いちゃったりするのもまた人間の脳の仕組みだったりするので、これにもちょっとおすすめです。そして最後3つ目、共感するですね。共感する、これもまた教科書的なんですけど、例えば悲しいねって言われたら悲しいねって返す面白いねって言われたら面白いねって返す、共感なんてこんなもんですよ。例えば何々したいって例えば認知症の患者さんが言った時に、いやそういうのはしちゃダメだよって言ってこう突っ張れないみたいな、なんかそういうニュアンスが強かったりしますよね、この共感って。でもここまで動画見てくれてる方はですね、はっきり言ってこの認知症になろうって認知症に一回なってるんですよ。認知症になってるからもう共感なんてもう絶対できてるはずなんです。だからもういいです、いいです。むしろですね、僕はですね今医療従事者を育てる塾を経営してるので、イメージとしてはですね、医療従事者、介護従事者がですね苦しくないように無理のないようにっていうのが僕の中で結構大切なテーマになっているので、皆さんにはですねこの正しい介護、正しいっていうのはいかに実は時々医療従事者にとっては介護従事者にとっては暴力になっている時があるので、僕はあまりこの共感は強く言いません。正しいっていうのはですね時に正義です。強すぎる正義は痛いです。なのであんまり正しい正義正義正義の介護は僕は絶対お勧めしません。むしろですね介護やってて楽しいぐらいじゃないと、介護って続けられないし、楽しいってことももうないってぐらいに追い詰められたりするのがこの介護なんですよ。なのでこの正しい介護は一般的にです。今まであんまり考えたことなかったなっていう方だけこの、ペースを合わせてあげるとか環境を作るといいんだなとか、共感してあげると認知症の患者さんが落ち着くんだなとか、そこら辺でイメージを沸かしておいてもらえれば OK です。ここから話すのは僕の本音ですね。いろいろ言いましたけど僕はどういう風にしたらいいんじゃないかっていう本音の話をします。介護をする時の心得、橋本バージョン、正しくない介護もう書いちゃったもん俺の本音、過去正しくない介護正しくない介護の心得その1、頑張りすぎないことです。スクショタイム欲しいって方もいると思うので、ちょっと教科書的なやつですね。教科書的にはこれが正しいと言われている介護です。ペースを合わせたり、環境を作る、共感するって確かに正しいです。で大切です、これはもうベースとして大事です。ただ、これからの時代高齢者がめちゃくちゃ増えるよって、認知症の患者さんがめちゃくちゃ増えるよって言って、この時代、もしかしたら自分が認知症になる こともあると思います。認知症誰でもがなって、誰もがまだまだ悩み続ける、そういう時代です。世界でも日本だけがこんだけ認知症の患者さんが多いんです。認知症だけじゃないです、高齢者が世界で一番多いの日本です。なのでうちだって最先端をずっと突っ走ってるんです。でその中で正しい介護のあり方とか正しくない介護のあり方とかいろんなものを模索してる、まだそういう段階です。皆さん正しいものを求めないでください。もうひでえひでえこの動画。一つ目、頑張りすぎないことです。もうこれも書いていきましょう。もうそもそもね介護やろうと思った時点でねみんな頑張るんだよ。もうすごいんだよ本当に。頑張ろうと思う人しかねそこにいないんだ、すごいんだ。頑張りすぎちゃダメ、頑張りすぎないの超大事。見て見て見て、これ見てくださいよ。ペースを合わせる、めっちゃ頑張んなかったらペースなんて合わせらんないし、環境作り超頑張んないと環境なんか作れないですよ。スピーカーを置くだけだなって言ったけど、スピーカー買いに行くのって大変だっつうので、共感するでしょ、共感なんて超大変ですよ。相手の顔色ずっと伺ってなきゃいけないですからね、超大変。だからこそ頑張りすぎないなんですよ。今日の動画で一番大事なことだと思ってます。頑張りすぎない、
もうね、頼みますこれ、頑張りすぎて体壊したらそれを見るの俺になるんで、もう内科医なんで、逆に頑張りすぎないでもらっていいですか。頑張るといろんな人がこうやって疲れてきちゃうから、そうじゃない、頑張りすぎない、自分の余力の中でできるっていうのが一番いい介護だと思います。それ超えることも山ほどあるんですよ、山ほどあるから問題で、それもね、もはやね、頑張ってなんとかするっていうよりはむしろね、それこそいろんなね高齢者向けの政策やってもらった方が俺はいいと思ってるんだけど、まあいいや、もうそういう話するとまた俺のしたくない政治批判みたいになるから、ということで、1つ目頑張りすぎないことですね、どんどんいきましょう。2つ目、抱え込まない。はい、抱え込まない、皆さん抱え込んでますよ。俺と飲み始めるとバーって喋る介護者います、違うんですよ、ダメですよ、抱え込まないですよ。俺と喋って飲み始めてやっと抱え込まないでバーって喋ってくれる方いるんですよ。抱え込まない、抱え込まない方法皆さん1つ持ってます、何でしょうか。そうですね、ありがとうございます。コメント欄に全開で書いちゃってください、もう大丈夫です、匿名でいいですよ、もう匿名希望で書いてください、全開で、もうムカついたこと、悲しいこと、嫌なこと全部書いてください。皆さんが介護してる時点ですでに親孝行になってます、もしくは、介護従事者として働いてる方ですね、その時点ですでに日本を支えてきた方々に対しての恩とか、もうそういうのになってます。もういいです、いいです、僕のコメント欄ですね、荒れまくってください、もう全然いい、もう全然、俺が保証する、もう全然許す、ガンガン書いてください。介護はすごい大事だと思ってるんですけど、介護従事者も僕にとっては断トツで大事です。なのでぜひ、自分の、命を大切にしてもらえるのが、このコメント欄だと全開で書いてくれて大丈夫です、もう全然全然書いてください炎上どっこい。さてさていきますよ、どんどんいきましょう。3つ目、弱音を吐いても OK です。今回コメント欄バババババみんな書いてもらってるんですけど、弱音吐いてください。人間っていうのはですね、成長すればするほどどん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 自分の感情を押し込めることができるようになります。どういうことかっていうと、例えばちっちゃい時は泣いて笑って、もう本当に走り回って怒られ てそれが当たり前だったんですよ。でもそんな面倒くさいことすんじゃねえと、そんな余計なことすんじゃねえつって、殴られたりとかしながら、どん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 、人間って自分の感情を押し殺して周りとコミュニケーションを取れるようになっていくんですね。感情を抑えるようにして人とのコミュニケーションを磨く、それが大人になる、成長にするということなんです。ただ介護の時もそのまま大人でいた時には絶対やってらんないです。本当に感情を押し殺して、そんなことなんかやってらんないです。ちなみにですね、ペースを合わせる、環境づくり、共感する、これは全部大人がやることです。大人がやることなんで、介護をする時にやることです。なので今介護をしない時間帯なのであれば、まあ、介護しながら見てくれてる方もいると思うんですけど、ぜひですね、今弱音をガンガン吐いてください。僕の知り合いの看護師さんはですね、泣くことによって人生を何とかしているって言ってました。まあそれでもいいんじゃないみたいな泣いたとこ見たことないんですけど、あのですね、隠れてね、思いっきり泣くとかでも全然いいと思います。なんかね、時間があったら大声で泣ける、なんかカラオケとか行ってあーがーって泣くのも全然いいと思います。逆に思いっきり笑ったり思いっきり歌ったりするのも全然いいと思います。コメント欄にガンガン弱音吐いてくれても全然 OK です。もうね、感情さらけ出していきましょう。じゃなきゃね、やっぱり人間面白くない。耳に入れとくぐらいで大丈夫です。で、下手に炎上しまくっちゃったらこの動画ちょっと消すのでそこだけご了承ください。さて他にもいろんな大切なことを言います。絶対にこれはね、いっちゃ炎上する可能性が高いやつね。介護に終わりはあります。介護従事者で、まあ仕事としてやってる方はいろんな方の介護をするので、ちょっと話は違うんですけど、これ実際に自分の家族を認知症の患者さんの介護をしている方、いつまで続くんだろうっていうのはないです。絶対に終わりはあります。悲しいことに、もしくは嬉しいことに、わからないですけど、終わりはあります。この終わりがあるっていうのははっきり知っといた方がいいです。で、これはもうあれですね、いろんな人に何か言われるとは思うんですけど、もう堂々と言うんですけど、僕まあ内科医、高齢者医療をやっているので、めちゃくちゃ死亡診断書っていうものを書きます。めちゃくちゃ書きます。死因のところにいろんなことを書いて、それで最後に、自分の名前を書いて、それで死亡届と合わせて出してくださいって死亡診断書を僕は渡します。ただ、僕が今まで経験したことがない人がいます。何かというと、死ななかった人です。死ななかった人っていうのは僕は今まで一人も見たことありません。多分この地球上で一人も見たことがないと思います。人は必ず生き物なので亡くなります。亡くなるっていうことを覚えておいていただいた上で、認知症の介護っていうのは終わりがあるっていう、この事実だけははっきり認めておいてもらいたいと思います。それがあるとやっぱり、ああ悲しいな、もっと頑張ろう今のうちにって思う方もいるかもしれないですけど、僕との最初の約束ですね、頑張りすぎないです。やれるだけやる、すごくいいと思います。ただそれが頑張りすぎてたりとか、自分の体とかいろんなものを削ってたりしたら、ちょっと待ったです。すごく悲しい事実ですけど、必ず終わりあります。僕の人生にも終わりがありますし、いろんな人に必ず人生終わりがあります。それまでの間をどういう風にするかなっていう視点で介護をする、すっごい難しい話だし、すっごく嫌な話だし、ただすごい聞きたくない話でもあるし、すごくわかります。んで、すっげえ批判受けるのもわかります。ただこの動画は頑張りすぎてる人に対して、頑張りすぎないでねって言いたいがための動画なので、ちょっとすいません、それは許してください。じゃあ5つ目いきましょう。俺は俺ですね。これはですね、僕がすっごく尊敬してる精神科の先生がいるんですけど、僕にこの名言を教えてくれたんですね。人間って必ず比較するんですね。これなんでかっていうと、実は生存競争でですね、いろんな人とこう生きていくときによく戦って生きていくと、俺の方がマンモス取れたっていうのがやっぱりその人
人がどん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 体も大きくなっていくし、いや私の方が野菜取れたわよなんて言った日には、例えばそっちの方が、おーそれは食べたいぜっていろんな人が集まってきたりとか、まあそういうこともあるわけですよ。人類が生まれてからずっと比較をすることでどんどん人類って強くなってきたところがあるので、遺伝子的にもですね必ず比較っていうものがあります。なのでこの生存競争っていうところで比較ってめっちゃ大事だったんですよ。比べりゃ比べるほど疲れます。だってすごい人ってたくさんいるんですもん。すごい楽そうな人、楽しそうな人すごいたくさんいるんですもん。見れば見るほど疲れます。なので絶対に比べないこと、比較しないこと、これをすっごい大事にしてください。もし介護で疲れている場合には比べない、これを意識してください。介護っていうのは結論なんですけど、僕の中では最後まで笑っていられるようにするっていうのが僕の中の介護です。まあ介護頑張ってる方にはですね、頑張りすぎない、これをちょっと意識してもらってですね、介護従事者の方無理しないでね、まあ喋りたい放題ちょっといろいろ喋っちゃったんですけど、炎上したら消します。皆さんの感想とかコメント欄にこの動画が残っているうちに書き込んでおいてもらえると嬉しいです。あと認知症についてですね、認知症の予防の仕方とか認知症の前兆とかなんかいろんな動画出してます。もしよければですね、今回認知症に興味持った方はですね、ドクターハシ認知症で検索していただけるとガーってすごいたくさんいろんな動画出てきます。興味のあるものをもう一回見てもらえたら嬉しいなと思います。健康情報もどん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 発信していきます。医学の知識、医療の知識、現場の話聞きたいなっていう方はですね、赤いチャンネル登録っていうボタンを押してですね、普段から健康情報アンテナ張ってもらえたら嬉しいなと思います。いい動画だなと思ったら高評価のボタンもどうぞよろしくお願いいたします。グッドって書いてあるボタンですね。そうすると情報を必要としている方のところに届きやすくなったりするっていう YouTube の仕組みがあるそうです。リクエストもどん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 お待ちしております。コメント欄バン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 書き込んでくださいね。自己紹介とかももうすごいお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。あとここに貼ってあるんですけど、本も3冊出してあります。ドクターハッシー本って調べていただくといろんな本出てきます。もしよければそちらもご覧ください。以上ドクターハッシーでした。ありがとうございます。